ちは、これより田沼子が2021年那須川参戦発表会を行いたいと思います。皆さん今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。それではご登場いただきましょう。古賀拓磨選手です。どうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続きまして今回のスペシャルゲストです。クレイジーケンバンド横山健さんです。よろしくお願いします。はい、ということで、古賀選手、いつもであれば東京オートサロンで発表しているこの発表会が、今回はここ愛知県名古屋 GR ガレージ高辻ということですが、はい、まあ、これは新型コロナの影響、まあね、ありますので、うん、まあ、オートサロンもなかったということ で、ね、ただ地元で発表できるって嬉しいですね。そうですね、本当にありがたく思います。またここ の場所、GR ガレージ高辻のことアンバサダーをやらせていただいているので、うん、本当にもう、ありがたいと思ってます。はいはい、そしてケンさんは、はい、こちらGR ガレージ高橋に初めて来たと思うんですが、この会が始まる前にいろいろ見ていただきましたが、いかがでした？いや、もういきなりトヨタ 2000GT、はい、それでクラウンですね、はい、やだランドクルーザー、はい、観音開きのクラウン、はい、もういきなりびっくりしました。いやー、本当に名車があったり、またこちらの、いろんなシミュレーターが置いてあったりとか、はい、もちろん後ろには古賀選手が乗る、はい、那須川の方が、ね、ありまして、非常にね、いい環境で発表会ができると思います。今日はね、時間の許す限りいろんな話をしていきたいと思います。じゃあ皆さんお伺いください。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、まずは古賀選手、2021年、今年もですね、那須川ハーカーメダルシリーズ、はい、21年目ということは、21年前の2000年からですけど、本当にそうですね、分かりやすくね、長いですね。もうだから僕今43ですけど、見えませんよ。先輩も若いじゃないですか。ありがとうございます。はい、しっかりですね。いやで、21年目ですけど、そもそもこの那須川にチャレンジしようと思うのは、うん、ね、ケンさん、だって日本だったら例えば F1 を目指す方がいる、はい、まあ日本の今のスーパー GT を目指す方がいる、でもアメリカ、那須川、やはりちょっとあまりこう当時21年前行く人はいなかったんじゃないかなと思うんですけど、その辺はもともとやっぱり僕はアメリカのカルチャーが好き で、ちょうどゴーカート始めたのは12歳からなんですけど、僕の時代は12歳から で、その年にデイズ・オブ・サンダーっていう、うん、ナスカが、題材のトム・クルーズの映画があって、で、もともとロックンロールが好きなんで、やっぱりアメリカ行きたいなっていうのが全部がミックスされたっていうのがナスカだったんで、僕の好きなことがもう全て凝縮されたっていうのがナスカだったのが行きたかったっていうのが一番。そんな中、そのアメリカ文化やアメリカのそういった、まあ、要するにモータースポーツに憧れたのが分かったんですけど、ナスカをこう参戦してて、魅力って何ですか？そうですね、まあ、誰が見ても分かりやすく面白いっていうのもあるんですけど、まあ、今日後ろにも飾っているこれトヨタカムリなんですが、まあ、かっこいいなと思うんですよね。もう未だに僕、自分の車が本当にかっこいいなと思ってます。自分の乗るレーシングカーが世の中で一番かっこいい車だと思えるぐらい、やっぱまだ好きな、もう そういう気分っていうのは全然抜けないですね。その中でなんか走らせてもらってる感じです。ケンさん、はい、いろんなレースがある中で、このアメリカ、まあ、インディーもそうですし、このナスカもそうですけど、はい、オーバルというこうぐるぐる回る、うん、まあ、こういった要するに単純だけど駆け引きがあったりするっていうレースだとは思うんですけど、はい、ケンさんもこう見たりとかしてて、ナスカのイメージってどういうイメージなんですか？そうですね、僕幼少の頃ですね、ナスカを朝テレビでやったんですよ、はい、まだ白黒映像だった。で、ボビー・アンサーとか AJ ホイトとか、うん、まあ、こういった名レーサーが走った時代なんですけど、まあ本当に単純ゆえに丸いだけオーバルなだけに相当なこの忍耐力というか集中力がいるんじゃないかなという感じだったんですけどね。いや、集中力、僕もプライベートですごくしてますけど、そんなに集中力があるものではないかなと思ったんですけど、あるんですよね、レースやってる時は。レースだけはちゃんとやってますね。さすがですね、はい、そしてこの21年目なんですが、今年もですね、対戦の方が決まったということで、はい、古賀選手より今年のチーム対戦の方、ぜひ教えてください。はい、今シーズンはですね、ジェリーピットレーシングに移籍して、ジェリーピットレーシング CKB トヨタ
そして、堀下に選出いたします。もともとですね、ジェリーフィットのチームは本当はフォードのワークチーム、もともと去年ランキング7位で終わったところで、フォードの誘いを受けたんですが、さすがに僕はトヨタさんにお世話になっているので、なかなか難しいなと思ってたら、そのチームが、トヨタ側さん側と交渉してくれて、マニファクチャラーを変えて、僕を乗せるために、トヨタさんとのアライアンスを組んでっていう風で、すごくありがたいですね。そのチーム自体はそのナスカの、カップシリーズというのが一番上のクラスでも、チャンピオン争いしているケビン・ハービーっていう、すごい今でも速いドライバーであったり、ババ・ウォレスっていう、今時の、アレックス・ボーマンとか、そういうドライバーの出身のチームですね。クルーチーフもやっていて、でもすごい乗りたかったんですよ。もう憧れのチームであったんだけど、フォードは僕はちょっとなかなか、一番遠慮いかなと思ったら、そういう話をしてくれたんで、もう本当にありがたく、いう話です。すごいですね。じゃあ古賀選手のためにチームが、要するにフォードからトヨタに移籍をしたみたいな。そうなんです。すごいですね。すごい。だからもう夏ぐらいにも移籍の話も前ですね、5月6月ぐらいから始めてたんですけど、もう10月ぐらいにも全部決めて、チーム側で決めてくれて、で、移籍するのは本当は決まってて、違うトヨタさんのチームだったんですけど、でそこに移籍して、で、カーナンバーも、7番っていうのを今回もらい、本当にすごくいい体制で、乗させていただきますね。カーナンバー7番、ラッキーセブン。これ検査いいですよね。いいですね。昨年の小林さん のシリーズが7位ですよね。で、ゼッケン7、はい、もうで7って数字めちゃくちゃかっこいいし、いいですよね。いやこれはね、今年なんかもうそのチーム体制聞くだけでもすごいなというふうに思うんですが、小賀さんはシリーズの要するにチームスポンサーもあれば、各レースでの、チームのスポンサーもいるということで、ちょっといろいろ教えてもらっていいでしょうか。はい、まずですね、後ろにもレーシングスーツいっぱいありますね。あるんですが、今シーズンはですね、各、7色のメインカラーで走ります。まず、こちら、GR ガレージ高辻、CKB、JPR、トヨタレーシング、ロブスターツールズ、CKB、JPR、トヨタレーシング、ライズアップ、CKB、JPR、トヨタレーシング、ランドリー、CKB、JPR、トヨタレーシング、ループコネクト、CKB、JPR、トヨタレーシング、星の完売、JPC、CKB、JPR、トヨタレーシング、トヨタエンタープライズ、CKB、JPR、トヨタレーシングという。おー、ありがたいですね。いや、まずこのチーム紹介を一回もかまないで言えるっていうのは、ここだけはかなりすごいテクニック持ってますよね。集中力、さすがの集中力、すごいですけど、大事なところは、でもこれも、アメリカに日本人でいち早く行った古賀選手ならではと思うんですが、普通はシリーズパートナー、例えばケンさんも、ツアー全国回るときに、大体タイトルがもし決まれば、北海道から沖縄まで、丸プレゼンツ、クレイジー系バンドなんとかツアーですけど、一回一回そこが全てスポンサーさんがまた変わるのですごいですね。それはアメリカらしいって言えばアメリカらしいんですけど、このような本当に今、パンデミックで大変な状況の中でもこうご支援いただくというところで、より一層、今年は、結果もそうなんですけども、いろんなことを、皆さんにお伝えできるような、準備をして、レースをしなきゃいけないなと思ってます。そして全てのチーム名に CKB クレイジーケンバンド、本当にありがたいことですね。これはありがたいというか、うまく言っていただいて、まさにケンさんにとってはまさにいいね。ありがとうございます。ちょっとね、少し遠いんで、アウの呼吸がボートサロンみたいにすごい狭いところじゃないんでね、広いところでやってるんですけど、でもケンさんこのCKB が入ってますから、そしてロゴも入ってます、もちろん、デザインも入ってますけど、今回もこうやってサポートするということですけど、そもそも、改めて見てる方、初めての方も多いと思います、古賀拓磨選手と横山健さん、どういう出会いでこのつながりになったか、簡単に教えてください。
最初はある、雑誌の、好きが高じて笑うしべ長者という、はいね、そういうコーナーがあって、はい、そこで僕も出してたんですけど小川さんも出していて要するに好きが高じてどん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 こうステップアップしていくようなそういう雑誌のコーナーだったんです。それで小川さんのページを見てなんてこの人かっこいいんだと、しかもなんかロックンロールな感じするな。で僕の好きなアメリカのなんですかテイスト、そしてナスカーってもうカラーリングがとにかく、ビビッド でゼッケンがでかくてもう理想の世界だと全部この人持ってるな。で子供の時に一番矢沢駅さんの成り上がりを読んで感動したんですけどもう一つ小川さんのストーリーがあって小学校の時の牛乳配達、新聞配達やりながら自分で自分のスポンサーになってカートをやっていてそこからどんどんステップアップしてでついにここまで行ったっていう、かっこいいなと男惚れするとこから、はい、もうすごいですね。横山健さんの、ね、お言葉で矢沢さんが成り上がりでこう成り上がったと同じようにモータースポーツって言ったんですよね。もうちょっとカメラさん抜いてください。もう一回いや、行きました。ね、もう A ちゃんに言えば、でもそういうふうに言われる、はい、そういうふうに思ってもらったというのは実際に聞いて、そしてオファーを受けてお会いして今の関係というのはいかがですか。そうですね、本当にもう憧れの人で、そんなふうに健さんに言っていただいて本当にありがたく思ってます。で、もともと僕は10年レースをやめてた期間があったんですけども、でその間 もうすごく健さんとは親しくさせていただいてたんですが、僕は逆に健さんのこうサクセスストーリーというか今までやってきた中でまだタイガー&ドラゴンの頃まだちょうど、まだお仕事されてるぐらい、それぐらいですねっていう話をお聞きして、でこう、年齢的にもまだまだ僕みたいな当時だから37、8かな、の時に、なんていうんですかね、元ナスカドライバーとか、なんか元って言われるのすごいかっこ悪いなと思って、でそこでもうこの、ケンさんとお話しする中で、こんなケンさんもバリバリメリメリやってんのに、僕は持ってやんなきゃいけないなと思って、ある意味このもう一回このナスカのドライバーとして復帰させていただく、本当にもうこのきっかけを作っていただいたというか、そういうのこの男の背中といいますかね、もうステージでこういうのを感じたんですよね。でライブ、なかなか難しいですけど、名古屋でライブがあったりとかしたりすると、ちょっとケンさんとお食事させていただいて、ね、その翌日、ライブなのもうライブ終わりなのかにしても、もうこんなジェントリーな人って会ったことないじゃないですか。ね、こんなもう常に優しくて強い、タイガードロゴン、本当にもうだからっていう男になりたいなと思って、だけど僕そう変にこうなんていうんですかね、賢くというのも、ちょっと元々別にやんちゃな人間なので、そういう意味では一番自分がやりたいことで人をこう、感動させることができるとするならば、やっぱりそのナスカっていうものにもう一回チャレンジして、それが結果が出るので、全部がかっこいいかどうか分かんなくても、自分の一番好きなことでやっぱりやりきるっていうところをこのケンさんに見せていただいて、もう一回チャレンジしようと思ったんで、本当ありがとうございます。いや、とんでもないです。いや、じゃあもう何年目っていうとどのぐらいのお付き合いなんですか。結構ね、10年。ありがとうございます。で、ケンさんといえばやはりね、音楽もロックンロールで、そして僕も大好きでいろんなね、曲調、また他とは違うアーティストのその曲調であったり、ちょっと懐かしい感じであったりとか、いろんなタイプの曲をこう歌われて、そして作られてますけど、車に関してはやはり、アメ車であったりとか、バイクもそうですけど、そういったアメリカ文化が先ほども実際に白黒でナスカーを見たっていうんですけど、やっぱロックンロールイコールアメリカ、アメリカイコールこういったナスカーであったりとかモータースポーツっていうのが昔からお好きだったんですか。そうですね、もうとにかく横浜、本牧ってところなので、米軍基地があってね、その基地のフェンスの向こうに止まっている車、
品もグッときて、あの日本の車でもなんかこう Y ナンバーついていて、あのすごくエキゾチックな感じがしたんです。で、あのなんかそういう時からアメリカ文化にこう親しんで、で、あのテレビではナスカーとか、あとですね、あのインディーとかやってたんですけども、まあ、こういうのを知って、あとカンナムやってたんですね。はい。で、レーサーにも滑れて、はい、レーシングドライバーにも滑れて、あのクレイジーケンバンドの曲にはそのレーサーに憧れるような、うん、そういったあのちゃんとテーマ の, あのレーサーの曲、はい、歌っていうのもありますからね。はい、ありますね。そういう、あのどうなんですか、横山健さんが曲作りや詩の世界観というのは、このアメリカの文化であったり、このモータースポーツ、まあ、小川選手のナスカーみたいなのをイメージして生まれるということもあるんでしょうか。あります。あの昨年アーウィンデール、はい、スピードウェイにですね、小川さんの応援で、行ったんですけども、その時にですね、ちょっとあの車の音録音してですね、それをあの CD の、まあ、曲の中に入れたんですけど、車と女って曲あのもうあの西海岸の感じと、で、あのそのレース行く前にいろんなカーショーを見たりとか、車の博物館行ったりとか、もうアメリカの、まあ、車文化に触れた直後だったんで、で最後にとどめとばかりにアウィンデールスピードウェイ、僕はその走りっぷりを見て、もう勝手に出てきたっていうか、押し出されるように車と女って曲が。去年のツアーの1曲目だって1曲目感動しました。なるほどなるほど。で、今ちょっと待って、ね、ここで映像を見た方がいい。そうですね。じゃあ一旦一回ここで止めて。あ、これあのーね、今多分見てる方も同じ映像を見ながら見てると思うんですけど、日本の僕レース、あとはフォーミュラー1の鈴鹿は見たことあるんですけど、モーターホームがバカでかいなっていうのがマジびっくりした。そうですね。で、2階建てになって、まあ、そこはまあ日本もアメリカも一緒なんですけども、まあ、とにかくやっぱりでかいですよね。でかいですね。で、もうやっぱかっこいいですよ、トレーラーが。多分見てる方はあの有名な、ね、カーズの世界観がリアルな、ね、人たちと本物の車がやってると思うんですけど、あのまずはやはりあの速度がすごいじゃないですか、速さが。そうですね、だからスピードが出るタラデガ、まあ、有名なデイトナとか、300キロを超えてくるので。300キロですよ。そうですね。怖くないですか。やっぱ怖いですよね。だけど、ね、大きなフォースの方が、そのコーナーの R も緩いんで、麻痺してくるんで、あんまり速さは感じないんですけど、ある瞬間、タイヤが垂れてきたりとか、ぶつけられた時に、とんでもないスピードで行くんで、あ、僕、むちゃくちゃ危ないことやってるなっていうのは、そういう時に気づきます。あの、やはりオーバルは抜きづらいし、駆け引きがすごいなっていうイメージしかないんですけど、実際にやってみて、どこが一番大変で、どこにこう勝機を見出すようなポイントはあるんですか。基本的にはですね、あんまり力を抜くっていうのはそんなにないんですよ。で、僕たちのレース200周とか、まあ、多いと300周ぐらいするんですけども、まあ最後の一、まあ、要はチェッカーブラック振られた時に人よりも前にいるっていうのは当たり前なんですけど、まあ、どこでポジションにいるとかで、特にこれ今のこのパンデミックの状況で僕のルールが変わったのが、タイヤ交換なしになったんですよ。ねえ、なしになった。まあ、タイヤ交換すると、まあ、人と接触が増えるということ で、 でタイヤ交換なしでレースをするんで、タイヤが垂れた状態でレースをするのでなかなかそのフィジカル的にはすごく大変なってきます。頭も使わなきゃいけないんですけど、その最後の勝負どころでやっぱりその体がこう、なんていうんですかね、パワーバーというかトーションバーみたいに使わないとっていうのが違うのかなっていうところですよね。ケンさんも少しね、こうレースやられてますから、タイヤのね大変さとか分かると思うんですけど、うん、新品タイヤからどんどん使っていくタイヤで、それを残しながら200とか250周、なかなかイメージつかないですけど、すごい世界を古賀選手は戦ってるんですね。ですね。ですので、やっぱりトレーニング面で毎年毎年どん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 その、まあ、きつくなっていくということで、どんどんハードなトレーニングになったと思うんですよね。毎日トレーニングして映像を見て、うわこれは無理だと思います。そうですね。だから体力的にはすごく使うのと、またドライバーをですね、結構世代交代になっていて、でその、まあ、このコロナ禍の中でナスカーは結構人気上がってきてるんですよ。なぜかというと、e スポーツってみんな、まあ、はい、
でいろんな e スポーツで戦うやつとかこうコントローラーですけど、まあ、レースってステアリングとペダルがあるんで親和性とか分かりやすいです、はい、で今までゲームしかやったことない人たちが、特にアメリカって週末野球なのかバスケなのかアメフト見るのがナスカしかやってないんで、最初はおそらくねしゃーなく見てたと思うんですよ。それが結構ファンが増えて、でまた若返りをしているので、僕はだから今43のシーズン入るともう44なんですけど、チームメイト今年21歳ですし、去年僕はランキング7位だったんですけど、とランキング1位17歳で僕より一つ僕の次に年上が23歳でした。じゃあもうレジェンドですね。レジェンドかどうかだけどね、でも英語がまあ喋ってますけども、まあ、何が辛いって17歳のやつとこのぶつかった時喧嘩しなきゃいけないのが結構辛いですから。お父さんがもう5つぐらいしたなるほどね。でもそういう意味ではもう自国アメリカでは若返りでまた人気が出るということになると、うん、まあ、日本の、まあ、小型拓磨選手実年齢は40代だけど見た目まあ27歳ぐらいで頑張ってもらえればかなり日本が頑張ってるということになりますよね、まあ、あとまあアメリカの人ですね、勝手に僕のことを日系人だと勘違いしてくれるんで、ああアメリカのウィキペディア僕日系人って書いてあるんですよ。あ、名古屋生まれの名古屋育ちなんですよ。あ、でもあれもしかしたらもうあの日の丸じゃなくて一応日の丸ではあるんですが、ああっていうのも、まあ、ある意味溶け込んでやれてるのと、うん、あまああのまあ、あとはまあ幸い、今この年で、まあ、視力も、まあ、このコロナの去年の中で良かったことは、うん、あの僕フィジカル的にはすごくずっとコンディションいいんですよ、うん、でまあ、ランキングもまあ去年がずっとベストで、うん、キャリアハイをずっとこう何年かやってて去年もベストだったんですけど、目だけがどうしてもちょっと、去年の開幕ぐらいは2000ぐらい眼鏡してたんですよ、そのコロナの前のブレイクまでは、うん、これだけど良くするとしたら目だなと思って、もういろんなサプリだったり、もう携帯とかブルーフィルムとか出まって、うん、やったら戻ったんで、戻っブランニングです。ブランニング、目がよく見えるわけですね。それあれじゃないの、ちょっと年齢が過ぎてきて近くが見えないけど遠くが見えるようになってきたね。どちらにしてもレースには困るでしょ。あ、困るね、近くも見えないよね。両方見えないと。いや、すごい。そのシリーズなんですけど、去年が7位で、まあ、その前は8位、はい、要するにずっとキャリアハイ で、ね、シングルになった9位から9、はい、8、7というふうになってますけど、はい、そうなると今年はこのゼッケンよりも少ない数字で上がってもらえる、それはもう当然なんですけども、まあ、去年すごくチャンスだなと思ったところで、まあ、なかなか、うまくいかないこともあって、で、まあ、ちょっと僕も心機一転というところで今年移籍するんですけども、もう、まあ、なかなか素晴らしい体制というのはさっきお伝えしたんですが、まあ、とにかくやっぱり、ね、ランキングよりもこうなってくるとやっぱ勝ちたいですね。勝ちたいです、勝つチャンスっていうのが去年は何回かあったんですよ。予選、僕はどちらかというと、まあ、予選はまあトップ10ぐらいでレースになってくる、上がってきたり、まあ、まあその辺はまあベテランというか年齢的な部分もあるんですけど、去年はなんかもう目が良くなったのかちょっとよく分かんないんですけど、予選が良くなったんですよね。予選大体トップ5ぐらいで通過してたんで、そういうとやっぱりそのワンチャンスね、大きなクラッシュがあるナスカだと、もうあともうラスト2周で勝てたのになっていうようなことがあると、もう勝ちたいっていうのがもうシンプルな今年の目標です。いやー、でもケンさんもずっと長年応援してきて、うん、勝ちたいというこの強い気持ちが現れました。ケンさんのパワーでぜひ勝たせてあげてくださいよ。そうね。いやでもケンさんは、はい、今アーティスト活動、はい、まあ、要するにクールさんの時から入れると大体どのぐらいなんですか。今年40周年のデビュー40周年40周年ですね。1981年にクールスがある、はい、おめでとうございます。ケンさんは、まあ、要するに日本をフィールドにやってますけど、はい、でも大好きなアメリカ文化で、はい、一回こう、うん、古賀拓磨に影響を受けてシンパシーを受けて、はい、一回アメリカの舞台でまたドーンというのもあるんですか、そういう気持ちとは。いや、もう今もう全然まだまだ、まあ、今60になりましたけど、まだまだ
いけるところに行きたいです。じゃあアメリカもチャレンジ、まだまだチャレンジで。まだまだチャレンジ、素晴らしい。はい、いいですね。でも、はい、その2人の関係性がうまい感じで相乗効果で、うん、お互いがまた次のステップのステージに行けるってなると、はい、非常にその雑誌1ページ1ページからの出会いが良くなりますよね。そうですね。付き合いを超えてわらしべ長者の続きをこれからやっていくという、そうですか、人生の後半戦でありますけども、はいはい、いやー素晴らしいですね。40周年という形で、国歌斉唱、アメリカ で、はい、そのナショナルアンセムちょうど、あるんですけども、はい、そこでもう君が代を聞きたいですね。だから君が代をやってもいいよっていうような状況は僕が作んないといけないので、ケンさんに来ていただいて、はい、なかなかちょっと今渡航は難しいですけども、うん、まあ、必ず晴れると思いますから、うん、その時にはケン、さんに来ていただいて、ぜひ、君が歌ってほしいですね。もうあれですね、この、まあ、今日のイベント、はい、終わったら東京スタジオ戻っていただいて、さりげなく君が代を、録音していただいてデータで持ってて万が一検査がいなくても俺を俺の表彰台で流してくれって、ヘッドクォーターの方に本部で出せば検査の歌声が、検査も鈴鹿僕いた時もフォーミュラワンの国歌も、ね、歌ってもらったりとかしますから、はいはい、緊張しますよね国歌は。そうですね、目の前にハミルトンとか、まあ、バーッといるわけですね、はい、でまあ、その選手見て興奮しちゃって、はい、でそれに助けられてちょっとこうパンとなったんで、はいはい、レッドホットな締め合いになりましただから古賀選手、万が一こ うまくタイミングがはまった時の国歌はロックンロールな感じになるかもしれない、ロックンロール締め合いで、はい、いや楽しみですけどいやでも開幕戦は今年はいつからなんでしょうか。3月12日のフェニックスからになります。で、結構な毎試合回数戦うわけですよね。そうですね、まあ、シリーズとしては10戦ぐらいなんですが、まあ、本当はですね、別のシリーズで、まあ、ちょっとまあ言えちゃう部分で言うとトラックのシリーズ、まあ、本当はですね、去年も決まってたんですよ。なんですけど、まあ、去年どうしてもその、このパンデミックの状況になるとテストができなかったので、ちょっとスキップしたことがあるので、まあ、なんとか今年はいろんなことにもまたチャレンジをして、いきたいなと思ってます。はい、はい、もう古賀選手の活躍、アメリカで国歌が流れる日近いと思いますのでね、ぜひ応援していただきたいなというふうに思います。そしてケンさんも40周年ということで、はい、今なかなか思い切ってライブはできないと思いますが、まあ、今年もたくさんのエリアでたくさんのライブがある予定ですよね。はい、はい、もうできる限りのまたやりますので、はい、はい、気があったらぜひぜひぜひ、はい、さあということで、じゃあ最後にですね、古賀選手、今日この映像を見てもらった皆さんにメッセージを送ってください、はい、お願いします。今シーズンも、本当に皆さんの、お力添えで、アメリカの、ナスカアーカシリーズで戦うことができます。とにかくもう僕が求められていることは、最高の体制を皆さんに整えていただきましたので、結果を出す、ということに尽きると思います。でまた、まあ、日々の、まあ、コンディションも当然なんですけども、まあ、ケンさんの歌と同様に、僕がレースをしているということで、今なかなか例えば、まあ、本当は留学したかったんだけどアメリカに行けなかったなとか、アメリカで就職するのが夢だったなっていう人がなかなか今行けない状況だと思います。そういう、まあ、分かりやすくそのアメリカに夢を持ってっていう、みんなの気持ちも組んで、今年は、絶対的に、全てを出し切って、1年戦いたいと思います。今年も応援よろしくお願いします。ありがとうございました。では改めてご紹介したいと思います。本日の主役、古賀拓磨さん、そしてスペシャルゲスト横山健さんでした。どうもありがとうございました。